ブリアート人のデールデールは、モンゴル族の男女が着る民族衣装であり、チャイナドレスのルーツにあたる服でもある。立襟で左寝打ち合わせがある絹やナイロンの竹の長い上着である。夏用には薄い布の裏地、冬用には小羊の毛皮の裏地がついている。特に、春夏用の綿入れのデールをテルレグとも呼ぶ。部族、年齢、性別、ミキコンなどによって、 細かい違いがあるために、おおよそ400種類をコスデールがあるとされる。寝具や家畜の防寒などにも使用されている。小樽と呼ばれる膝丈で、先の反り返ったブーツを履くのが一般的である。男性はこれに、ジャンジン丸貝をかぶり、女性は頭頂部に、トールツグをかぶる。一般に、男性のデールはゆったりと着付け、無地で渋い色合いが好まれる。 特に格が高いとされるのは青色のデールである。女性は模様のある鮮やかな色調のデールをウエストを強調して着付ける。その上にフレムかハンターズを着ることもある。また、既婚女性はブスを締めない、デールの上にウージという袖なしの長い上着を着ることがある。現在、ウランバートルなど都市部に住む女性は、ウムドを略し、ゴタルの代わりにパンプスを履くこともある。 採寸はメジャーなどは使わず手のひらを使って竹を決める。手のひら7つ分が目安とされる。ありがとうございます。